皆さんこんにちは。石黒豊橋向かい山店塚田です。石黒豊川店の鈴木彩です。今回は船はやの浮き釣りを紹介したいと思います。船はやはどんなところで釣るんですか？一番身近で手軽な釣りになるんですけど、はい、例えばこう近くの池だとか、本当近くの川とか、はい、あと小さい水路とかですね、どこにでもいるあの魚になりますんで、はい、すぐ、手軽にやれる釣りになります。はい、はい、楽しみですね。小さい小魚全般ですね、いろんなものが、釣れると思いますんで、はい、はい、じゃあ実際やってみましょう。はい、お願いします。はい、それじゃあ、道具を紹介したいと思います。はい、お願いします。必要なものですね。まず竿、竿と、浮きと、はい、針と重りと、これ全部セットになってるんですけど、はい、と餌ですね。今回、こういう芋羊羹ってやつを持ってきたんですけど、はい、このまま針につけてもらうんですけど、じゃあこういった形ですね。ちぎって針を隠すようにつけてもらう。じゃあ実際セットしてみますね。このぐらい、取ってもらって輪っかを作ります。これですね、八の字結びって、これ八になるんですけど、八の字で輪っかを作ります。輪っかの中からこれを引っ張ります。そうするとここに輪っかが出てきます。これが穂先だと、これが穂先だとして、これに入れて締めていく、これだけですね。はい、セットします。じゃあこんな感じで、伸ばしました。はい、大体、竿の長さなんですけど、今回 3.6m なんですけど、もうちょっと短くても大丈夫ですし、木を木に差し込むだけですかね。ちょっとちぎってもらってですね、こんな感じで、針を隠すようにですね、針を隠すようにこうやってつけてもらってですね、で魚の大きさに合わせてちょっと餌の大きさも変えてもらうっていう、そんな感じですね。針が隠れればいいですか？そうですね、針隠すような感じで、そのぐらいでいいですか？はい、そうですね、そんな感じでですね、こんな感じで OK です。はい、はい、なりましたね。じゃあ、ここでですね、餌をちょっと、練り餌からミミズにしてみました。まあ、これだと大きすぎるんで切りますね。ちょっとこんな感じで針からちょっと出るぐらいですね。このぐらいにしてもらって。やりました。釣れましたね。釣れました。ちっちゃい、かわいい。かわいい。うわ、よいしょ、釣れた。釣れた、釣れた。さっきよりちっちゃいですけど。こんな感じのがあると、よく上からでも下からでも横からでも見えますね。やりました。そこで試合しよう。やったー、いっぱい釣れましたね。そうですね、結構ずっとそうだったんですけど、浮きがね、ずっとこうすごい、当たりがあった時に沈んだりっていう、はい、
戻ったりっていうのを繰り返して、なかなかこう浮きっていうのは、はい、あのいろんな釣りですね、海でも川でも浮き釣りっていうのは基本になりますので、はいはい、でそれが一番身近で手軽に楽しめる、で近くの池とか、うん、あの川とかで、ね、手軽に楽しめますので、はい、ぜひやってみてください。注意点なんですけども、川で釣りする場合ですね、漁協が、管理している場合もありますので、はい、遊漁場が、いる場合もあります。あらかじめ、お近くの石黒で確認してから、釣りに出かけてください。はい、お願いします。でもう一軒ですね、こういった池なんですけども、釣り禁止のところ池も、あります。釣り禁止のところはやめてもらって、釣りができるところで、やってください。はい、はい、じゃあ、これで船早の浮き釣りの紹介を終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ魚の方は観察がし終わったら池に返してあげてください。いきます。